総力を挙げてですね、ファンの皆さんが感動を分かち合えるように、そういうふうにしたい。スマホを選手にかざしたら選手の情報が出てくるし、空いたコップをかざしたらドリンクを持ってきてくれる機能の携帯過去アプリを開発します。確かにできますね。おやりましょう。世界で通用する若手の育成システムを一緒に作りたいということですね。アメリカにはね、IMG のアカデミーとかね、なんかいろいろありますよね。あのテニスの錦織くんがあの IMG のそのアカデミーに入って若い時から鍛えてもらったとか。これがなくしては日本のバスケットボール界が世界レベルになるのは無理ですね。孫会長のお力もお借りできればいい、ありがたいなというふうにまあ思います。やりましょう。やりました。今回のことを記念してプレゼントキャンペーンをやってみてはどうですか。大人気の B リーグなので皆さんとても喜ぶと思いますよ。プレゼントキャンペーンをというペッパーからのお願いでしたね、うん、プレゼントキャンペーンやりましょう。B リーグ特命広報部署の前園です。よろしくお願いします。あの孫代表と川口会長にちょっと僕からもプレゼンの提案をちょっと一つ考えてきたのでよろしいでしょうか。いいよ。あのやはりソフトバンクといえばあの CM ですから、ぜひこの B リーグを盛り上げるため、カメラさんあちらでいいですよ、盛り上げるためにぜひあの CM を制作していただければ非常にこう盛り上がるかなと思うんですけれども、孫代表いかがでしょうか。やりましょう。えそうです。はい、ありがとうございます。こういうのがあるんですけども、れてこれいいね、なんかいいねこれ。スポーツ何でも好きで、野球だとかサッカーだとかね、剣道だとか、まあ、今ゴルフとかね、子供の時からやりましたけど、バスケットボールは下手だったんですよね。背が低いとね、なかなかねシュートはないからね、でも羨ましかったですね。背が高い子がバスケット特に上手だったね。まあ、もちろんあの背が低くてもあのパスとかねドリブルとかはあの結構やったりしましたけどね。これだけね、子供たち若い人たち含めて、しかも男性だけじゃなくてね、女性も特にファンがあの多い、競技する人が多いということは広がる可能性があると思ってるんですね。ただ今までは野球とかサッカーはプロの世界があるから、そこに憧れてどんどんこの練習に熱が入り、さらにそれをスーパースターになりたいということで裾野が広がっていくということがありましたけども、バスケットボールにそれがなかったのはバスケットボール業界にとっての問題だったと思うんですね。今回あの川淵会長のリーダーシップでバスケットボールの世界が2つに割れて、オリンピックにも出られないというような問題があったのが災い転じてですね、むしろそれを一気に盛り上げていくという方向に、さすがやっぱり僕川淵さんだなと思いますけども、川淵さんのリーダーシップで B リーグというところにまで発展したと。川淵さんとは20年間ぐらいお付き合いさせていただいておりますけれども、そういう関係からもですね、これはもう応援しようと、とことん応援しようと。特にですね IT の力を使ってスマホでいつでもですね、どこでもライブで、見れるようにというようなことをソフトバンクグループの総力を挙げてですね、応援していきたいとこういうふうに思ってます。